レメタリーでは36度を表示してます。もうかなりですね、かなりの限界速度に近づいてます。ちょっと後ろがね、リアが後ろに滑りながら 43.5 43.5、かなりですよ、ほんとセーフ。買ってこいってうるさいよ。おお。はい、今日は松代ね、エヴァンゲリオン最終回公開記念でですね。この神狩り初号機を持ってきました。刈り取り限界角度45度を今問題なく、今 39.9、 かなり厳しいけど行ってます。はい、あそこになんかありますね、あれ塩害の柵ですね。はい、ちょっと今横スライドしたから一回バックしましょう。はい、バック。バックでも枯れる神狩り。はい。大丈夫そうだ、よかった。で、ある程度のこのぐらいの草だったら、多分もっと速くていいかな。速度アップ。はい、速度アップ。おーっと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 。今横スライドしちゃったのはやっぱり速すぎるからですね。逆にスライドさせるんで、多分こっちが逆になってるからね。今バック走行で、バック走行。ちょっとずつ重力で落ちてきちゃってる。そしたらこれをこうだね。上がりました。上がってくる。上がってくる。大丈夫なのこれ、すごくないですか。あそこエンジンかなり斜めになってますよね。アテックスっていう字に対してヴァンガードっていうのがかなりほら斜めになってますから、このぐらいの速度だったらまあ怖くないですね。いやでもこれ狩り払い機背負いとかそういうのもう必要ないよね、これであればね。もうこれで買った後が綺麗じゃない、すごく。ほらね、ほら一応目を離さないで、目を離しちゃダメです。おっとっと、実はこの傾斜のこの辺のが傾斜急なんだよね。下ってきたらこの辺のが 急です。多分ほら40度、この辺のが急です。39。あ、ここは楽です。なんか草が濃いね、草がね、もぐもぐだねこれね。ムートン状態ですよ、もう絨毯状態。はい、完全にコッパミス。刃を切っただけで
エンジンも自動でストップするエコモードというのは、エコこの状態だってもう電気で走るわけだから、別にエンジン切ったって問題ないわけですよね。はい、さあかなりの急車だね。もう見えないもんね、下で行きます。スタート。速度は一番ゆっくり。大丈夫、高さちょっと上げましょう。一番初めは焦らず、今テレメタリーでは36度を表示してます。おっとおっちゃおっちゃ、おっとおっと41度。おお、かなりですね、かなりの限界速度に近づいてます。だからちょっと後ろがね、リアが重量で滑りながら 43.5、 かなりですよ。おっとセーフですね。はい、戻る。今ギリギリでしたね、 43.5、40度。ああ、なんとかなりそうですね。よっ。この辺がさっき急でしたね。40行きましたね。まあ大丈夫かな。38。40度。うん、大丈夫だ。大丈夫だね。いや、これは楽しいね、はっきり言うけどね。これ絶対楽しいもん。これ仕事にしちゃおっかな、俺もね。じゃあ行きます。わお、なるほど、急ですね。この長い乗り面を刈れるのか。一旦一番上まで行ってみましょう。このぐらい。結局ただまっすぐ行ってもちょっとずつ落ちてくるから補正しなきゃいけないんだけど、これはただ上げるんだよ。ちょっとまあでも今あ39度だね、言うほどじゃないね。長いからそう見えるだけだね。あ、全然さっきの方が大変でしたね。あそこ？さっきの方が大変、こっちの方が楽。むしろほら登ってこうとしてるじゃないですか、うん、さっきは折ってこうとしてたから、うん、この辺にしましょう。さっきのところはどのくらい？さっき42、3。42、3。ここ37、8だから全然大丈夫。というわけでね、神狩りゴッドな価格でね、もうこんな時代だから、もうこのもうディスタンス、トルトルディスタンスですよ。もうどんどん行っちゃうね、全く映るものがないね。もうそう、皆さんがこの草をね買ってもらって、この神狩りでもうね仕事にしちゃいましょう。もう新しい会社立ち上げたらどうですか。草刈り屋ね、ゴッドモアね、ゴッド姉ちゃんじゃないけどね、これもうすごいわ、ゴッドモアでね。
はい、行っちゃった、バイバイだこりゃ、うん、あー行っちゃった、ね、どこまで行くんだろう、ちょっとやってみよう、逆に今歯回ってる状態で僕の目が届く範囲まで行きます、あーこれね、ほんとにテントウムシっていうか、思い出すのはあの聖戦士ダンバインに出てくるドラムロですね、あれが良かった、僕はあそこに出てくるトッド・ギネスというキャラクターが大好きで、あの軽いノリがね好きだったんですよ、常用草刈り機の歯に似てるんです、ただ段になって2段になってコルスエアウィングになってるんですよね、プロペラみたいになってるの、この2つ、ほらここに2枚盛り込まなきゃ出ねえんだよ、うん、そうね、ぜひ皆さん買ってもらいたいんです、そう買ってもらいたいのは俺の頭じゃなくてこの髪刈りね、同じ髪の毛でもこの髪刈りを買ってくださいということで、0120-413-883よいみパパさんにお電話ですね、先生買ってください、髪の毛をじゃなかった、買ってください草をね、髪刈りで、はい、ちなみに333万円ラッキー3です、税別に軽トラックには2人乗るサイズです、おっとおっとおっと